老人が君に言いました。残りの寿命を買わせてよ。50年を50億で買おう。人生をやり直したいと。ただ起きて食って働いて寝て起きて働く毎日だ。それなのに手放したくない理由を考えてみたよ。体も痛くなるだろうし、友達もいなくなるんだろうな。恋愛もできなくなるような、その値段じゃ売れないな。僕が生きてるこの時間は50億以上の価値があるでしょう。生きてるだけで丸儲け、これ以上何が欲しいというの。老人が君に言いました。それなら倍の100億だぞ。奥さん子供もつけるから、豪邸も仕事もつけるからさ。50年が100億ならば年収2億の大富豪だ。でも好きな人は自分でさ見つけたいからいらないよ。僕が生きてるこの時間は100億以上の価値があるでしょう。生きてるだけで丸儲け、何にでもなれる今がいいの。どんな夢を描いてもいい、どんな恋もしたっていい。無限大の可能性は誰にも譲れない。